はい、こんにちは、こんばんは。白銀のハトです。今回はなんとメインインタールードで CCC が来たっていうことで、それについてお話ししていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。いや、びっくりだね。なんかどちらかっていうと、俺5周年で CCC のやつ来るんじゃないかな、メインインタールード来るんじゃないかなって思っていたんですが、なんともう今回来たっていう感じですね。で、まず一つ目、じゃあ見ていきましょう。記念ピックは後で見ればいいかな。まず一つ目、メインインタールードセラフのリリース記念キャンペーンを行いますよということで、2020年7月15日の18時から、12時59分、7月22の12時59分まで、開催期間ありますよということで、まあ1週間あるっていう形ですね。で、メインインタールードに追加されていますということで、特別に、今回開放されていますよとなっているんで、まあ今のうちにメインインタールードに関しては進めておいた方がいいかなと思います。まあなぜかというと、特別開放期間終了後はダヴィンチ工房のレアプリズムに入ってしまうということで、まあレアプリズム使わずに今クリアできるんだったらクリアしといた方がお得だよねというのがあるんで、できる方に関しては必ず全てクリアしておきましょう。で、今回なんですが、こうレアプリ交換はクエスト解放権は向上となり、交換期限はありません。あ、なるほどね。ということで、まあいつでもどこでもレアプリさえあればメインインタールード CCC は、解放されるっていう形か。これはまあいい感じね。で、今回特別に、クエスト交換権なしでできるよってやつですね。で、クエスト解放条件に関しては、終局得意点をクリアしているマスターのみが、参加可能、まあ、対象となっているんで、まだ終局得意点終わってないよって方に関しては必ずクリアしておきましょう。そしてメインインタールードにも、一応ストーリーが解放される期間があるんですが、まあ7月15、16、17、18、19ということで、まあ1日ごとにストーリーは解放されていくという形になります。で、CCC なんですが、割と難易度に関しては高めです。はい。なので、必ず、まあある程度育成してクリアしていくっていうことがメインになっていくんじゃないかなと思います。まあ育成今のうちにやっておこうっていう感じですね。で、それ以外で言うと、まあ、ストーリーの内容同じだよっていろいろ書いてるね。で、聖杯獲得している場合、伝承結晶になるよっていうことをいろいろ書いています。で、あ、桜マネーは一応あるのね。一部メインクエストを進行するためには、桜マネーで交換できるキーアイテムが必要となりますと書いているんで、キーアイテムとか、桜マネーで必ず交換しておきましょう。そして終幕、終わると BB が、正式加入できるということなんで、必ず BB は入手しておきましょう。今できる方に関しては絶対ゲットしといた方がいいね。まあ理由としては超単純、ムーンキャンサーというクラス、これはやっぱ希少なんでね。で、かつまあアーツパで BB に関しては運用することがすごい可能となっております。必ずやっといた方がいいね。で、まあただ BB に関しては、再臨に必要なアイテムはメインクエストの後半を進めることで入手できるんですが、レアプリズムですね。宝具強化用に関してはレアプリズムが、必要となってくるっていうのがあったりするんで、そこだけ注意してください。すぐに、宝具強化して宝具後にできるというわけではございません。で、BB スロット。あ、一応ちゃんとあるんだね。うん。まあ、これに関しては、まあ、イベントみたいなものと思ってもらえればいいかなと思います。で、寄り道クエスト。お!追加された寄り道クエストがやっと、また復刻したのか、嬉しいな。で、これに関しては、メインクエストのメインインタールード進行度1までクリアした、メインインタールードのセラフのメインクエスト第1幕を特定の進行度までクリアしたのみ、マスターのみが参加可能となっています。これに関しては超高難易度です。めちゃくちゃ楽しいんですが、まあやってみたい方はやってみるっていうのでいいんじゃないかなと思います。腕試しっていう感じでいいかな。で、新概念レースを BB ショットゲットしようということで、まあ経験値があるよってやつですね。で、それ以外で言うと、BB の強化成功時、強化時の獲得経験値が2倍となるんで、まあこの期間中に強化しておくとお得です。特にムーンキャンサーの BB に関しては、まあオールタネビ以外 1.5 倍にならないとかいうのがあったりするんで、まあ今のうちにやっといた方がいいかなと思います。で、BB の説明がいろいろあって、うん。ああ、レアプリズムに、メインインタールードの解放権と宝具強化のやつが工場追加しますよっていう感じかな、これは。うん、そうだね。そういうことと、宝具強化用可能のメインクエストとかもいろいろあるけど、まあここら辺に関しては、
まあ、とりあえずレアプリズムに追加されるよっていう形かな。うん。で、サーヴァントの強化クエストを追加ということで、プロティア、メルト、鈴鹿御前が強化されますよと、お、全部ここに書いてるね。ありがたい。プロティアに関しては、ヒュージスケールが強化されますよと、最大 HP アップする状態付与が強化の、宝具攻撃耐性アップの増殖解除の対象となる付与。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。増殖、あ、オッケーオッケー。まあ簡単に言ったらあれだね。増殖に関してはいつも通り増えてって HP が増えていくってやつがあるんですが、それにまあ増殖の最大 HP と宝具攻撃耐性アップするよっていうのが追加されるのか。これは普通に嬉しいね。耐久で結構使えるかなと思います。で、メルト強化する必要あるの？通常攻撃時の、ダメージ前に自身のクリティカル威力を3ターンアップする状態を3ターン付与。強いですね。はい。クリティカル運用することも可能となるんで、まあ、メルトリリスでスカディシステムとかで Q で殴っていく際、クリティカル威力が倍々どんどんどんと上がっていくってことを考えたときに、相当やばいなと思います。で、鈴鹿御前に関しては単純な宝具強化と NP 獲得量アップを追加ということで、宝具回転率を上げていくっていう形かな。これに関しては単純に宝具強化が、されるということで、すごいいいかなと思います。周回で使いやすくなるって形ですね。今回の強化割といいね。で、メインインタールードじゃなくてメインクエストの AP 消費が4分の1になるよとなるんで、まあ、必ず、クリアしておきましょう。で、アップデートの新機能とかいろいろあるんですが、マテリアルにメインインタールードでの記憶を追加しますよと。なるほど。それぐらいですね。ということで次、セラフのピックアップいきましょう。これに関してはメインインタールードのクエスト解放条件を満たしてない場合でも、本召喚することができますということで、メルトリリス、プロテアが日替わりピックして、星4のパッションリップと鈴鹿御前は常にピックアップされるという形ですね。まあこれに関しては妥当だなぁと思いつつ、パッションリップが復刻されたことにちょっと嬉しいね。まあパッションに関してはもうその星5よりも復刻される機会が少ないっていうのもあったりするんで、まあ今のうちに、入手しておくっていうのは結構重要になるかなと思います。で、まあ完全的なアルターエゴピックアップって思えばいいかな。まあ鈴鹿御前だけセイバーなんですが、まあアルターエゴの3体、まあこの3体欲しいって思う方に関しては引きに行くっていうのでいいかなと思います。単純にプロテアメルトリリスは宝具強化、プロテアはスキル強化のみ、メルトリリスは宝具とスキル強化がね、スキル強化が2回分あるっていうことを考えた時に、まあ相当やばいなっていうのがあったりするんで、まあ引きに行きたい方に関しては引きに行くっていうのは結構ありかなと思います。で、概念連想の方もピックアップされているっていう形ですね。うん。まあここら辺の説明に関してはまた後日いろいろとお話しいたしましょうということで、ちょっと長くなったんですが、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあ、バイバイ。Thank you.